こんにちは。スパイス TV 松岡です。吉宗です。今日は新しくできたレプト天白を紹介します。レプト天白、訳すと天白百天です。わー何、場所はスパイス本社から車で5分くらいにある名古屋市天白区のカフェカトニーです。こちらです。もう流絶欄はありません。なくなりました。ここでカトニーの歴史をちょっぴりご紹介。1990年4月にフラワー&カフェテラスカトニーがオープンしました。当時はカントリー調の建物で、1階がカフェ、2階がスパイスオフィスでした。そうです。その頃は、僕は新人ちゃんで営業に行ってました。すげえ。お姉さんに行ってました。すごい。はい。で、2005年1月にリニューアルオープン、はい、今の3階建てになりました。私はこの時カフェのスタッフとして入りました。え、結構長いんだね。そうなんです。階段を早速登っていきたいと思います。上がりたいと思います。はい、いっぱい花があります。ロープがあります。両サイドに。ドライフラワーもいっぱいありますね。なるほど。新しいスパイスのこちらです。すごいいっぱい、フラワーベースです。よく出てる商品ばかりですね。今注目のリボベジです。アルブベースジョセフ、うん、ハンガーいいからおかしい。ヒノキスプレーです。安心安全です。マジックボールソリューション、ジグリーマスク、僕はしてませんけどキャンティーンコークスキルです。シェアオフィスのベースですね。ライトバック、アウトドア、すごいいっぱいすごいいっぱいで、何がいいの、スマイルシーズ、一番、そう、一番です。今出ました。今注目のモバイルピロー。モバイルピローじゃん。モバイルピロー、はい、大人気です。お、ヤギカプセルスピーカーだ。いいよあ、これはオパナセルビアの靴です。ちょっと面白いです。すごい。あ、出ました。